第2回手塚さとしのワイワイナイトということで第2回やらせていただきましてですね、ご協力いただく友達本当にいつもありがとうございますということで、第2回はですね、言葉で、ちょっと遊んでみようということでですね、あのリセンテンスっていうですね、まあ、あのさっきつけた名前ではあるわけですけれども、まあ、ちょっと詳しくはね動画を見ていただければと思うんですが、そのことをですねこのやった友達に話したらね、カタルタっていうやつもうあるよって言われてね、あの完全にもう2番煎じみたいになってるわけですけれども、そんなことは気にしないということで、その時の様子をご覧ください。乾杯。その何、僕が今日やりたいのはこれよ。白い袋なの。まあまあ、だから言ってた話と一緒で、一度やっぱ疑うべきだ、当たり前に過ぎていくことが多すぎて、いや何かこう僕らがどういうタイミングで疑うのかというか、どういうタイミングでこう物事を考えるのかっていうのを考える、逆のことを考えればいいんじゃないかと。例えば今日会うっていう約束をしなかったら何をしていただろうかとか、今日一本電車がずれてたら何していただろうかとか、なんかそういう逆とかちょっとずれみたいなところがこう何かを考えるきっかけになるということでですね、言語を使った遊びをしたいなと思います。2つ袋を用意してます。まさかこういう感じのなんか引くやつを2人で、男2人でやるとはなかなかないよね。いいね。で、一つにはもう忘れちゃった、なんて言うんだ、あもしあの否定的な、否定、まあ、否定だけじゃない、まあ、善とか、こういう言葉と単純に僕が好きな熟語、うん、物理だとか意味だとか、僕らもう一度リセンテンスすると、言葉をもう一度作り、それについて語るのをちょっとやってみたいなと思ってちょっと持ってきたんですけど、これおもろいかどうかわからないけど一回やってみます。つまんなかったらやめましょうでこちらの先にどうぞ。こんにちは。こんにちは。いいです。いい。そしてこちらはどうぞ。なんだ。欲求。欲求。意欲求についてですね。意欲求について。意欲求。意欲求。モロキューみたいになっちゃってる。モロキューみたいになっちゃってる。異次元の欲求。あ、それ面白いね。異次元の欲求。神になりたい。それはでももう現世というか生きてる人が神になりたい。それこそ異なる意欲求。俺らには想像ができない。意欲求なの。ただの遊びかもしれないしね。あ、でも遊びたいっていう欲求持ってるのかな。神様の遊ぶっていう要素なので、ね、神様にも仕事があるわけだよね。じゃなきゃね、余暇とかそういう概念もないわけだよね。でも遊ぶっていう感覚あったら結構人間と近いかもね。考えてみれば人それぞれ異なる欲求を持った中でなんとかこの世を成り立たせてるというか、異なるからなるのか、同じ欲求だとしたら破壊するのかな。これね、ちょっとこれ不謹慎な発言になるからもしこれはカットになるかもしれないけど、やまゆり園っていう障害者施設にこの間犯人が立ち入ってこう何十人も殺したでしょ、まあ、新聞では、まあ、あの人が異常だと、障害者なんて生きる価値なしだって言ってるのが、まあ、異常だって言ってるけど、俺はあんまそうは思わない。どういうこと？俺自身は別に障害者が生きているなんておかしいとは思わないけど、そういうふう
風に思う人が思ってしまうこと自体、そうそうそう、思うこと自体は別に何ら異常ではない、まあ、俺もそう思うと思うの。けなしたりとかひどく差別する気持ちっていうのがあるわけだな、異常だっていう風に思っちゃってること自体が異常なんじゃないのっていう、そのいいか悪いか別だよ、そういう風な気持ちをなんかあいつは異常だっていう風になっちゃうのってなんか違うんじゃないのっていう風に、でもなんかあの、うん、AI どっかの AI がヒトラーが正しいっていう、あ、Google だっけな、ヒトラーが正しいみたいな答えを出した時に一回止めたんだよ。でもそれがヒトラーが正しい、こいつは間違ってるから止めるっていうのは俺はやっぱおかしいと思ってて、まあ、個人的に好き嫌いはあれど別にそう思うこと、別にヒトラーが正しいと思ってたが別に悪いことじゃないじゃん、持ってていいはずだし、それを言い悪いで片付けられる話じゃない。それはね、気持ちがいいさ、障害者は、ね、殺しちゃダメだと、そんな気持ちは持っちゃいかんと、みんなで受け入れていきましょう。じゃあ他方、じゃあなんで山百合園はあんなね、まあ、障害者施設得てしてそうだけど、山奥とか隔離された場所に建てられてしまうわけですよ。いい人辞めねえかって話なんだろうね。まあ俺もその節あるよ多少ね。欲求関係なくなりましたけども、次のテーマ行ってみましょうか。行きましょう。来るよ、スーパー意味超意味超意味超意味、意味を超えてくるってことだよね。もう意味じゃねえよ。その超ってそもそもの超っていうのがスーパーでいいの？なんかこの超が最大級、ハイパーが最大級なのか、僕の感覚値ではもう意味を超えていくっていうか、もう超もうその一個上の次元に上がるという感覚なの。もうだから人を好きになる気持ちとかそういうこと。意味じゃない、感覚、感覚。そうだから、あの子がなんか瞳が綺麗だからとか、これそういうことはこじつけになってしまうような感覚なんじゃない、もう当たり前みたいな感じなのかな。だからもういわゆる疑わないもの。疑わないものって何？ご飯食べるでしょ、疑いもなく食べるね。それは超意味あ、考えることで超意味じゃなくなるんだよ。どういうこと？考えることって要するに意味を見つけたり理由を見つけたりする作業じゃない？自分探しとかね。だから考えないことこそが超意味なんじゃない？もう考えた時点で意味になるんじゃない？全然今までのその流れとは違うけど、水うまいとかビールうまいとか、それで本当にそうなのかっていうことを考え始めた時に超意味なのか。え、それが超意味なの？逆にだ、いわゆるみんなが思ってる意味ということを疑い始めた、そこを超えた時の超意味。なるほどな、それぞれの超意味。それ面白いな。世間一般の意味レベルから一歩超えていこうと。それが超意味。あ、なんかすごくこうポジティブでいいね。いわゆるみんなが思ってる層を超え塗るなり沈下するなり、上下じゃないね、だから周り中心にあるその普遍的なみんなが思ってる意味をそこからこうファッと抜け出す作業、ファッとね、ファッとね抜け出す作業こそが超意味だと。せっかくなんでもう一個ぐらいいきますかね。 3つ目のテーマ、真でございます、真でございます、真表現、表現、はい、真表現ってことですね。俺今パッと思ったのは、真表現って言わなきゃいけないぐらいだとするなら、もう表現がすでにちょっと嘘っぽいんじゃねえかっていう、嘘だからこそ真が必要になってきてるというか、うん、必ずしもね、ただ正しいって気持ちが真なわけじゃない、横島さだって真正しさがあるわけだからね。で、もうそもそも正しい、その真っていう呼べるものがあるのかどうかね。例えば人殺すのが正しいか正しくないかみたいな話になった時に、
本来はないんだよ ね。殺した人を見てそれはいけないんだって思うんであれば、それが教科書になったとするなら、それは僕らにとって正しいことかもしれないし、時代が違えばね、人殺し大量殺人者は英雄になるわけだよね。でもだとしてもだよ、どっかに何かの正しさがあってほしいっていう願望は持っていると思う。もうこれこそが答えだろうというのがどっかにあるんじゃないかっていう話を結構してるんだよ。それはもしかしたらさっきのもう超意味であり、もう僕らが考える次元をはるかに超えたところに実はもう真実があるとか、なんかみんなそれぞれですよって俺もよく言うけど、なんかね、それまで終わっちゃうから嫌なんだよね。だってそれ答えだもん、一つだ、それまでダメなんだよ。だとするならどっかに芯があってほしいとか、もう普遍的な正解があってほしいとか、なんかそういう気持ちを多少やっぱ持ってしまうのはあるな。言葉で言えるものかどうか分かんない。もちろん本当そう。だからそれが空気なのか色なのか匂いなのか、なんかパッと光る光なのか分かんないけど、今またこれ見てパッと思ったのは、これをしていくべきだなというか、偽りの表現をする意味があるのかっていう、新表現で生きていきたいし勝負していきたいなとは思う。でもきっとあれだろうね、カウンター新表現が出てくる。どういうこと？どういうこと？新表現を新表現さらしめるための、ああそうだ、ね、逆の立場で取っての新表現。そうそう、新表現同士で、まあお互いがカウンターになるわけ。そうそう、そういうことだ。一つでもって完璧な答えってあってほしいけど、仏教でいうとこの空っていう概念なんだと思う。その相対するものをもうない、もう何もない、もう何もないっていう言葉すらない。無、まあ、無は有がある。もう言っちゃいけない。言っちゃいけない。どうでしょう、僕結構これ嫌いじゃないんですけど、またどっかで八人も次の企画なのか、またこれをやるのか分かんないですけども、やりたいなと思います。すごく楽しかった。ではまた、バイバイ。